それではアキュロール5を投球します。それではアキュロール5を投球したコメントいたします。今回発売のアキュロール5は新しいカバーストック、新しいコアの組み合わせで発売になります。新しいカバーストックの特徴は非常に吸油性の高いソリッドカバーストックなので、ヘビーオイルコンディションでも対応可能です。コアはナノデスシリーズで初めて新型の対称コアを用いております。ドリルレイアウトもしやすいのがこのボールの特徴でもあります。私はトーナメントにおいてヘビーオイルコンディション対応としてこのアキュロール5を持っていこうと思っております。ぜひ皆様もアキュロール5をお試しください。